2011年12月5日の太陽画像。X 線画像では、黒色が明るい領域を示す。高級面事情分布では、白色が正極、黒色が不極を示す。高級面画像における数字は、その金棒に位置する活動領域を示す。太陽活動領域は、太陽フレアなどが発生する、コロナ中の局所的な発光領域である。 コロナは100万度以上の高温プラズマによって構成されているため、太陽活動領域は X 線及び極紫外線画像において容易に認識される。競技にはアメリカ海洋大気庁によって番号付けされた領域を意味する。これらは n o a ク c t i v e オ e g i o n 4X と表記される。省略して n o a r 4 x AR4X とも表記される。 より詳細な定義については、ノアの用語集を参照のこと。いくつかのサイトでは、太陽の各種最新画像、活動領域番号をまとめている。太陽活動領域の実態、あるいは物理的な構成要素は、局所的な強い太陽磁場である。この太陽事情は、高級面を通じて、太陽内部からコロナ中に伸びている。太陽フレアやコロナなど、 他の太陽活動に関する項でも書かれているように、太陽放射以外の、再創、コロナでの突発的なエネルギー解放現象は、太陽磁場に起因する。X 線及び、極紫外線画像中の発光領域と、高級面の磁場分布を比較すれば、これらが対応していることがわかる。太陽活動領域と黒点の位置関係については、黒点上空には、太陽活動領域が存在するが、 太陽活動領域の仮想に必ず黒点が存在するわけではないと考えられる。このことに関する主要な理由は空である。図に見られるように個々の黒点の大きさは異なる。X 線画像に見られる小さな太陽活動領域には黒点は存在しない。ありがとうございます。